如题，又不是我想要来的，日语该怎么讲呢？如果你一时没有头绪，没关系，我们看一下母语者是如何表达的。お前ら一分遅刻だ。この時計では今がちょうどです。この時計では遅刻なんだ。違います。もういいじゃないですか。みんな来てくれたんだから。別に来たくて来たわけじゃないもん。お前ら一分遅刻だ。この時計では今がちょうどです。この時計では遅刻なんだ。違います。もういいじゃないですか。みんな来てくれたんだから。別に来たくて来たわけじゃないもん。お前ら一分遅刻だ。この時計では今がちょうどです。この時計では遅刻なんだ。違います。もういいじゃないですか。みんな来てくれたんだから。別に来たくて来たわけじゃないもん。はい、視频的最后一句是。別に来たくて来たわけじゃないもん。別に来たくて来たわけじゃないもん。是说，又不是我自己想要来的。那现在我们知道了，又不是我自己想要来的，可以表达为別に来たくて来たわけじゃない。后面的もん可以省略掉。那么，这种地方又不是我自己想要来的，该如何表达呢？这种地方，こんなところ、こんなところ、来たくて来たわけじゃない。こんなところ、来たくて来たわけじゃねえんだ。こんなところ、来たくて来たわけじゃねえんだ。こんなところ、来たくて来たわけじゃねえんだ。はい、こんなところ、来たくて来たわけじゃねえんだ。こんなところ、来たくて来たわけじゃねえんだ。こんなところ。来たくて来たわけじゃねえんだ。那从这两个例句中，我们可以总结出一个句式，并不是自己想什么什么，而什么什么。なにたくて、なにた，同一个动词，前面用たくて，后面用过去式，然后再接わけじゃない、わけじゃない，表示并不是自己想什么什么，而什么什么。我们再练习一下。比如，又不是我主动想知道的，又不是我自己想知道的。知道，动词是知る、知る，所以是知りたくて、知りたくて、知ったわけじゃない。知りたくて知ったわけじゃない。知りたくて知ったわけじゃない。知りたくて知ったわけじゃない。はい、知りたくて知ったわけじゃない。知りたくて知ったわけじゃない。知りたくて知ったわけじゃない。继续练习。又不是因为我想剪才剪的。剪，动词是拾う、拾う，所以是拾いたくて、拾いたくて、拾ったわけじゃない。拾いたくて拾ったわけじゃないぞ。拾いたくて拾ったわけじゃないぞ。拾いたくて拾ったわけじゃないぞ。はい。拾いたくて拾ったわけじゃないぞ。拾いたくて拾ったわけじゃない。拾いたくて拾ったわけじゃない。拾いたくて拾ったわけじゃないぞ。继续练习，加深印象。又不是我自己要成为什么什么什么的。成为，动词是なる、なる，所以是なりたくて。なりたくてなったわけじゃない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 。はい。なりたくてなったわけじゃない。なりたくてなったわけじゃない。なりたくてなったわけじゃない。那如果我想表达，又不是我自己想要成为律师的，该如何表达呢？律师，弁護士、弁護士。所以前面加一个弁護士。弁護士になりたくてなったわけじゃない。はい。弁護士になりたくてなったわけじゃない。那么这句话该如何表达呢？他不是因为喜欢篮球才去打的。我们
们看一下视频。あいつが好きなのはバスケットじゃなくて春子ちゃんだ。違うか？バスケットをしたくてやってるわけじゃない。ただ春子ちゃんに気に入られたいからやってるんだ。あいつが好きなのはバスケットじゃなくて春子ちゃんだ。違うか？バスケットをしたくてやってるわけじゃない。ただ春子ちゃんに気に入られたいからやってるんだ。あいつが好きなのはバスケットじゃなくて春子ちゃんだ。違うか？バスケットをしたくてやってるわけじゃない。ただ春子ちゃんに気に入られたいからやってるんだ。从视频中可以知道，他不是因为喜欢篮球才去打的，表达为バスケットしたくてやってるわけじゃない。バスケットしたくてやってるわけじゃない。从这句话中可以看出，たくて后面不仅仅可以接动词的他形，也可以接ている、表示正在做，表示在做，所以可以衍生出并不是自己想什么什么，而正做着什么什么，可以表达为何したくて，后面接ている动词的ている形式，何ているわけじゃない，并不是自己想什么什么，而正做着什么什么。比如，并不是，又不是我自己想要补课而补课的。暑假有不少人补课，但有些人不是自愿的，所以他可以说，又不是我自己想要补课的。这句话就可以用这个句式来表达。补课可以用塾に行く，塾是补习班的意思，塾に行く，去补习班，也就是补课的意思。所以这句话可以表达为塾に行きたくて行ってるわけじゃない。はい。塾に行きたくて行ってるわけじゃない。我们再看一个。这份坚持又不是我自己想要做的，又不是我自己想做才做的。このバイト。做是やる。やりたくて、やりたくて、やってるわけじゃない。はい。このバイトやりたくて、やってるわけじゃないんだ。那加一个んだ语气更加强烈。最后我们再回顾一下。又不是我自己想要来的是如何表达的呢？来、来る。所以是、はい。来たくて、来たわけじゃない。那前面可以加一个別に来たくて来たわけじゃない。可以加也可以不加。はい、以上就是对替换、重组、反复这一学习过程的练习。